で今回、モチーフにしているのが、男の子と女の子のヌードと、あとそのミョウバンの結晶と、あとまあ水晶の、塊みたいなものなんですけれど、そのもともと結晶っていうのは、なんだ、一つのまあ形があるんですけれど、それがまあどんどんこう変化していくっていうイメージがありまして、それが、まあ、人の肌とかそういったものの、まあ、キメみたいなのに見えたり、あともうそのなんだろう、毎日毎日移り変わっていく体とかそういったものとも重ねて見えるんじゃないかなというのが、今回の一つのテーマでもあります。